はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ボクシングです。ということでね、今回、スカーフコントローラー、買いました。ありがとうございます。 Thank you ジッチー。このスカーフコントローラーなんですけど、お値段なんと、もう気になる方いますね、もうお値段なんと34,000円でした。はい、ということでね、早速開封していきたいと思います。よっ。はい、このように入ってまして、このような大きさになっております。で、中にね、なんか入ってんすよ、これ。なんかアクセサリーみたいな入ってて、あとは何も入って、あとなんかすごい、なんかあとはなんかこのなんかよくわかんないやつ。はい、普通のコントローラーがこの大きさですね。この大きさです。そしてスカーフコントローラーの大きさがこちらになります。でるでん。でかいっすね。でかい。やっぱ1.5 倍ぐらいでかいんですよ。で、僕ちょっとね、こうコントローラーちっちゃいんすよね。うん。ちっちゃいの。なのでこっちの方がね、フィットするんすよね。やっぱ手が大きい人、男性の人って手がちょっと大きいと、このね、通常コントローラーだとちっちゃいんですよ。もうここの、ここがちっちゃいんですよね。なので2つ持つとこのようになんか安定しないですよね。なので2つここで持てないと。しかしながらこちらの場合だと2つ持てるんですよ、全然。しかも裏にボタンがあるんですよ。で、このボタン何っていう人がいるかもしれないですけど、例えば×のボタンをこっちに割り当てすることができるんですよ。なので×を押さなくても裏のボタンで飛ぶことができたりするコントローラーを買いました。 しかもこれ海外では、もう海外のプロゲーマーではもう主流となっている、コントローラーでございます。そしてソニー、プレイステーション、そしてゲーム等も、公認しております。なのでスカーフコントローラーっていうのは、公認されているコントローラーなので、まあ安心していいのかなと思います。そして PS4 にも、対応していると。それでですね、裏のボタン、ちょっと触ってみて分かったのが、左の、裏のボタンがですね、ここが×、ここが四角で、ここが三角で、ここが丸っていうことが分かったんですけども、なんとね、癖でやっぱこっち使っちゃうよね。もう何回も撮ってんだけどね、無理だねこれ。まあそういうんなこんなでやっていきましょうか。で、感度がね、ちょっとね、このスカーフコントローラーを使うとちょっと早く感じるんですよね。今感度ね、5でやってるんですよ。感度5でやってるんですけども、6にするとやっぱりちょっと早い。で、1人なんか やってんねこれ。それと、あとボタンがありすぎて触ってしまうんですよね、余計なボタンを。なのでちょっとね、これ多分裏1本の方がやりやすいんですよね。ちょっと慣れが必要。うん、これは結構慣れが必要。でもなんか R2 とか押しやすいっすよ、すごい。右スティックの使い方は、使い心地はめちゃくちゃいい。すぐ振り向く感じ。で、しかも、敵を狙うときは、結構ね、正確。ブレない。このエイムしてるときの感度っていうのが、すごいね、なんか狙いやすい。本当に狙いやすい。で、ジャンプはなるべく、この、裏にあるやつを使っていこうかなって感じですね。そうすることによってジャンプしててもエイムが合わせることができる。OK。ジジイや。あ、建築は結構早いな。やった。まずい。OK。ケイン濃すぎ。結構ね、まだ裏ボタンで×を押す癖がないんで、この多分癖が抜ければ結構使えると思う。しかも裏でもここが全部操作できるんですよ。なのでなんかもう
本当にやりやすくなると思う。慣れたらの話ですけどね。でバレてるなこれ。死ぬかこれ。ほんと早いなこれ。チチ癖でもうこっち押しちゃうよね、やっぱ罰。おお。オーケー。爆発物で敵を倒す。終わったね。ジッジー、オンマイくんです。あ、危な。一本でも十分。リロード。なるほど。堂々と回復。危ね。今のは裏の罰ね。これが多分慣れたら最強になると思う。エイムをしながらジャンプできるってマジですごい利点だと思う。見た今親指を押してないんだよね。ここで下手したらもう罰だけでいいんじゃないのかな。これスカーフコントローラーの利点は別に、ま、これ押すとき別に裏で する必要ないからね。これさあ上にいるぞ。さあどうする。あーいるね。構えてる。バレたかな。バレてるね。危ねえ。いやマジでいいぞこれ。ピョンピョンペッペ跳ねれる。すごいな。危ね。 OK。 いいね。本当にいいわ。邪魔だなこれ。今気がついたけど、お前何入ってる。旧純正コントローラーに冷たい男。気づいてないぞ。危ねえ。へえ。いやマジでいいわ。不思議でしょ、ジャンプしてんの。お前どうやってやってんだよみたいな。どうやってジャンプしてるんだよみたいな。どうへんだろう。いた。へい。本当にね使いやすい。この R2 とかこの、ここがね、すっごいね、あの、押しやすい。ここね、ここの。ここのね、出っ張ってるんだよね。だから押しやすい、すっごい。ちょっと押しただけで反応するから、ここ。
おっと、スーモだ。スーモがいるね。おっと、オーマイグネス、ジジー。まあこんな感じでね、結構ね、ジャンプ打ちエイムがしやすくなる。ジャンプしながらエイムすることができるんで、かなり打ち合いが強くなる気がしました。バツボタンを押して、やってる人は、こういう利点でね、ここでジャンプすることができるんで、スカークコントローラーこれから使っていこうかなと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。